ちらは村正の弟子正成に学んだ勝吉という刀工の作った太刀です。勝吉は当時の藩主であった本田家に仕えて桑名で作刀していました。こちらは三重県指定文化財で当館では初公開の作品になります。今回の展覧会では修理後初公開の刀剣がございます。こちらの脇差し名備前長船重助直作、それから担当の正成でございますが、こちらの二振り刀剣に錆が回っておりましたが、丁寧な研磨によって元の輝きを取り戻しました。今回の刀剣アラカルトでは村正の刀をはじめとし、戦後派の正成や勝吉などさまざまな刀工の刀を展示しています。それぞれの刀を見比べていただくのもおすすめです。一つとして同じもののない刀の魅力をぜひご堪能ください。